歌を作って、一生懸命歌を歌って、ナンバメレとかライブハウスにもちょこちょこ出ている。チケットノルマを自分で背負って、今夜も大半のバンドが自分の居場所を作ろうとしたり、見つけてみたり、オナニーショーなら上等だけど、それならば美しく、お互いに行くところを見届けてやろうぜ。あロックンロールはどこへ行く、ドーム球場をお客さんで埋めるのは70歳近いバンドマンばかり。あロックンロールはどこへ行く、ナンバーメルに集まったみんな、今夜この僕に教えておくれよ。汚染水は金流しで、消費税は来年上がっちまう。誰か俺に5000万円貸してくれないか。大阪の街は取って付けたような LED ライトアップ。イチョウ並木が迷惑そうにため息を一つ。作られた光はすごよく闇を照らし、すごよく闇を隠す。そして大衆はそれも気にしない。ありきたりのバンドマンがありきたりのクソみたいなラブソングを歌う。僕はといえばスマホをいじる、あの子をなんとか振り向かそうとしてる。あロックンロールはどこへ行く、テレビからは軽薄なメロディー、メロディー、あーメロディー。あロックンロールはどこへ行く、ナンバーメロの向け、まぶちの受付のお姉ちゃん、今夜この僕に教えておくれよ。